俺の看板 AWM。 はい、どうも、スコレです。この間ですね、金幕のチェンソーマンクロムのグレー、フィルと違うかと思ったら、ね、全然その、同じで、後でサイレンの修正されたって話があったわけじゃないですか。バラに対する続報ありますんで、まとめていきます。それではやっていく。はい、とかでやっていくわけなんですけれど、まあ、それがね、リスナーさんが問い合わせらしいんですよね。どうなってるみたいな感じで、まあ、今画像出てると思いますけれど、問い合わせの方されたらしいんですよ。で、した結果、どうなったかっていうと、まあ、書いてあります通りですね。チェンソーマンクロム会社の方ですね。バグ報告者んであげますよ、みたいな感じで、まあ、言われたらしいんですよ。全員に補填すべき案件じゃないっていうね、最初思ったわけなんですよね。普通に俺も持ってるんですけれど、僕の方ですね。うん、最初その変わるって言われていた段階でゲットしてるんですが、補填はせずに、まあ、こうやって問い合わせをした人だけにだけガチャをね、補填しているっていう、おかしいだろっていう、ゲットした全員に補填するべきでしょっていうふうには、まあ、今回は思いましたね。プラスして問い合わせの方でこんな感じで言ったそうで、まあ、ガチャ10個の方、申し込むことできますよと、もらえますよっていう風に言われたのと同時に、これ公表せんでねみたいな、公開はお控えくださいっていう風に言われてるわけなんですよ。なんでそのさ、公開を控えるかどうかってのをユーザーに言うわけ。ユーザーが守る義務ある。そもそもその公開すべき話だろって思うんですけど、それって公開して全員に補填すべき案件でしょっていうのだと思うんですけれど、もう完全にそのさ、隠蔽しようとしている口封じを行うためのガチャ配布だったわけなんですよね。問い合わせ補填されるのかと思ったら、ただの口封じのためのガチャ10個。今回ユーザーは2400円で買収されたわけなんですよね。うん、金幕が出るかもしれないガチャ、一応2400円分。ひどくないかと問い合わせて、全員に補填せず、口封じを行うと、本来は公開控えろと言われていたらしいんですけれど、頭に来るから俺に教えたらしいっす。まあ、普通にやばいもんね。うん、最初書いていた説明と違う仕様で、説明文は消して黙って補填はせず、口封じを行う。何もいい部分はない。何してんの？一応これ今問い合わせても多分封鎖されてると思いますね。はい。まあ、一応問い合わせはね、まあ、こっちの方から行けますね。ナビじゃなかった設定の方から行って、問い合わせね。ここからね、いますよ。で、こっからまあなんか、適当な、どうしようかな。金券とか言ってみましょうか。金券とか売っといて、問い合わせ出てくるんで、いいっすね。で、ここからまあいけるっていう。まあ、そうみたらいいんじゃないですか。多分もらえませんよ。こういったらすぐ封鎖するんで。つかまあ全員に補填すべき案件なんだよな、普通に。まあ少なくともその説明文が書いていた時に、その目の方をゲットした人に関しては、補填するべきだと思いますけれど。何してんすかね。はい。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、アイテムがたくさん獲得できるからガチャがしたいというポジティブな方向へシフトしないと厳しいですね。現在はネガティブな要素が多すぎるので、ユーザーの財布の紐も固くなりますと。いや、そうなんですよね。単純にその警戒されているってのもそうなんですけど、なんて言いましょうか。結構コアコード運営が実装するゲームの要素って、貯金を否定した要素なんですよね。まあ、結構例えば、この間のクリスマスのガチャとか実装しても、今までにない通貨を実装して、まあ、それで回してくださいねみたいな、補給勲章の方を使って回すってことができなかったわけじゃないですか。配布の補給勲章とか電動チケットとかも減らしてますよね、昔と比べて。まあ、ユーザーがその貯金をすることっていうのを基本的にその否定するようなですね、まあ、仕様しか実装しないんですよ。で、栄光とか機密とか、まあ、無料でも貯めれるようなそういう勲章を使って、まあ、回すってこともできない。最近は新しいガチャの方ですね、できないわけでしょう。そうなってくると、まあ、どうしてもそのなんて言いましょうか、じゃあ普段イベントに参加して、まあ、アイテム集めてから頑張ろうみたいな、アイテム集めとってから、まあ、新しいの実装されたんで回しましょうかね、その分みたいなこととか、あとはその栄光実装されて、まあ、それでその無料で結構回して金チケもらえるでしょう。で、金チケたくさんあるから普段は課金しないけれど、今回そのコラボレーションの金獣の見た目がいいから、まあ、回してそのコラボレーション金獣の方に課金して回して、でそれで回してゲットした金獣の方を拡張しようとか、まあ、そんな感じでその今自分が持っているから課金しようっていう、そういうなんかガチャを回す理由っていうのをまあ、自分で減らしてしまっているんですよ。まあ、今ではその金チケが結構溜まることによって、まあ、いろんなガチャの方ですね、まあ、ありました。微妙なガチャであっても、まあ、金獣が結構いいんで、まあ、その金獣の方をゲットするために、普段は課金しないけど課金しようみたいな人がいらっしゃったと思うんですけれど、まあ、そういうなんか課金される理由っていうのを消しちゃってるんですよね。で、そういう課金される理由っていうのを増やすことによって、まあ、今までそんなに課金しなかった人っていうのは課金するようになるんですけれど、まあ、逆のことをすると、まあ、課金しなくなるし、今までその課金していたプレイヤーも、まあ、課金するガチャは絞ろっかなっていう風になって、何でもそのガチャ実装すれば、まあ、課金されるっていう状態からは離れてしまうんですよね。まあ、これが非常になんか、まあ、下手やなっていう。まあ、その方法を使ったら、仮にその印象がネガティブでなくても、まあ、課金は自然としなくなるよっていう方法を使っているんで、まあ、単純にまあなんか、なんでそんな下手な方法を使うかなっていう。ユーザーに課金させて、とか、ユーザーにそのいろんな通貨とか、チケットを貯金させて、その本来はね、無料でも手に入るはずの、まあ、そのチケットが溜まっているから、じゃあちょっと課金しようかなっていう。なんかその、需要の可能性というのを自分に積んでしまっているんですよ。まあその貯金を否定することによって、まあ毎回そのガチャを実装したら課金しなければならないような状態を作ろうみたいな。
だったら課金してくれるでしょみたいな、そんな簡単な方法で、まあ、売り上げ増やせるんだったら苦労しないんですよ。単純にその貯金させて、その貯金しているものを使いたいから課金しよう。まあ、そういう流れもあるわけで、まあ、流れもあるっていうか、今までそれやったんですよね。3年前とか。だから3年前の方が売り上げ上がっていたんですよ。緩和していたにもかかわらず、今よりもですね。まあ、もちろんそれユーザー数が多かったっていうのもありますが、まあ、重課金税のプレイヤー数が今と全然違ったと思うんですよね。こんなに今ほどこぼさなくて済んだんですよ。で、そこら辺のなんか、まあ、設定が下手っすよね。まあ、貯金させつつ、まあ、重課金税ってのは多くのチケットを持っていると思うんですけれど、まあ、そういうなんか重課金税が多く持っているチケットの方も、まあ、うまく消費できるような。たくさん消費して、すごいものが作れますよ、みたいな。そういうなんかね、道筋ってのをね、バイコードを見れば、まあ、作るの下手やなっていうふうに、マジで思いますね。本当に下手。規制してね、売り上げ破るんだったらね、苦労しないんですよね。まあ、規制して実際その、変わるのは、ユーザーの需要の低下。まあ、これしかないっす。自分でそれこぼしてるだけなんですよね。やけんそういうね、ゲームに熱中させて、熱中させた先に、ちょっと課金がありますよ、みたいな。熱中した先にアイテムが溜まって、その溜まったアイテムっていうのは、実はその課金することによって、うまく活用できますよ、みたいな。それがね、一番いい課金のさせ方なんですよね。まあ、原神とかそこら辺は本当にうまいっすよ。このゲームめっちゃ面白いですよね、みたいな。この新しいキャラクター実装したんですけれど、課金しないと、ちょっと課金しないとゲットできないですけれど、まあ、その、夢中になってやりなかったら、めっちゃこれいいキャラクターなんで、ぜひ使ってください、みたいな。そういう提供の仕方もできないですよ。ユーザーもその、ちょっと溜まってるから頑張って、その通貨使って。まあ、デランクでも若干課金して、ガチャ回して、普段課金しないけれど、このキャラクター欲しいから回そうみたいな。まあ、そんな感じで、その熱中している中で、ユーザーのプレイの延長線上、まあ、その野球で言うと、まあ、10回の表ぐらいまでは行きますよみたいな。ただ10回の表分だけちょっと課金しよっかな、みたいな。そういうなんかね、課金の促し方。夢中になっている中で自然とそのお金が使いたくなってしまうような、そういう誘導の方法っていうのは全くできてないですね。まあ、貯金をしていたら、まあ、イコールその否定になっちゃうんですよね。まあ、コア行動で言う、まあ、そういう、ね、プレイの結果ってのは、貯金してゲットした勲章とか、まあ、アイテム類ですよ。まあ、そこを全部否定したらさ、それは全てのガチャに対する考えと現金になりますし、自然と課金税は減る。課金額も減る。当たり前ですね。そのなんか、お客さんの、まあ、心の動きっていうのは、コア行動運営は、まるでね、まあ、理解していない。把握していない。その頭の中で、全くその、シミュレートできてないですね。なんでその自分のところの商品が買われるのか。なんでその売れている、まあ、そういうゲームの商品っていうのは、よく買われているのか。その研究が全くできてないです。まあ、そこら辺は結局その、パソコンのゲーム、コンシューマーのゲーム、まあ、スマートフォンのゲーム、おのおので、まあ、その理由ってのは違います。まあ、ゲームのジャンルによっても違いますし、まあ、その会社によってもそのノウハウの違い、まあ、それなんかこういう方向性でやったのは若干違います。その研究を全くしてないんだなって感じ。まあ、こういうこともよく、まあ、自分ね、まあ、こういうことをしてないなって話をよくしていると思うんですけれど、まあ、こういうことだけじゃなくて、まあ、そもそもスマートフォンのゲームってのを全くしないと思います。全く研究できてない。まあ、スマートフォンのゲームとパソコンのゲーム違います。スマートフォンのゲームと、まあ、コンシューマーのゲーム。やっぱその夢中にさせた上でどう課金させるかっていう手法は違います。各々の会社で違います。まあ、コアコード運営には、そのノウハウが全く何も蓄積されてないように見えます。まあ、そういう、まあ、他社とか、まあ、自社のアイテム、まあ、ゲームのその中の、まあ、課金の要素、なぜそのお金が使われているのか、なぜ今まで使われていたのか、それを全く研究できてないですね。まあ、これ僕に指摘されたら恥ずかしいですよ。プロが僕みたいな素人に、まあ、こんななんかね、まあ、初歩的というか、考えて当たり前のことを指摘されたら、俺ダメやと思うんですね。だから俺ずっと、コアコード運営はプロじゃないねって話をよくするんですよ。まあ、プロじゃないもんな。そこら辺ね、分かってないのはプロじゃない。まあ、自分になんか、そぐわない要素は規制して、まあ、自分のしたい方向だけ強化しようっていう。まあ、それだけでやっていければね、いいんですけれど。まあ、そんな子供みたいな方法はさ、通用するわけがないんだよな。まあ、実際通用してないからこそ、数字は落ちているわけで、ガクンとね、その辺はなんか、わかるだろうと思うんですけど。